ここが我が家だ。いい家じゃないか、江戸。地下の高いホームじゃこうはいかん。30年間の血と汗の賜物だ。北条の豪邸とは比較にならんが、交通の便はいいんだ。すぐ近くにリニアレールのサウスガーデン駅がある。リニアレールは浮上走行なんで、騒音や振動はそれほど問題にならないんだ。帰るところがあるのは羨ましいよ。そうだな、うちに帰るとホッとするよ。さあ、遠慮せずに入ってくれ。じゃあ、入ろうか。あら、パパ、おかえり。おう、ただいま。ゼロ G 体操の練習だったのか。新しいユニフォームなの、どう。ちょっと見えすぎじゃないのか。もうそんなことばっかり。素材が決め手なのよ。流行の天然複合新素材、汗の吸収力がいいんだって。俺は中身の方が興味ありだね。こら、ジョナさん、娘だぞ。パパ、こちらはお客さん。ああ、今日はパパの古い友人を連れてきた。夕食の用意大丈夫か。ええ、いつも多めに作ってるから、足りなかったらパパの分減らすわね。勝手にしてくれ。アナです。ジョナサン、ジョナサン・イングラムだ。よろしく。ジョナサン、あなたが。パパからよく聞いてるわ。マーク、パパの友達のジョナサンだ。挨拶は。気を悪くせんでくれ。マークは精神的な病気なんだ。言葉を持たん。自閉症のようにな。さあな、着替えて飯の支度を頼む。そうね、このユニフォーム一時以下で試着してると疲れるの。残念だな、脱いじゃうのか。まあ、パパの友達は理解があるわ。アナ、早くしてくれ。わかったわ。困った娘だ、親をボコにしとる。いい子じゃないか。さあ、ジョナサン、ゆっくりしてくれ。疲れだろ。マークは、エドの？見ての通り、マークは肌の色が違う。俺の子じゃない。マークは養子なんだよ。マークはある事件の生存者なんだ。その時に、本当の両親を失っている。そうだったのか。キャサリンが亡くなった暑い年だった。ナーク中毒者が正気を失って家族を襲うという事件が起きた。中毒者は自分の妻をナイフでめった突きにし、息子まで巻き添えにしようとした。俺は現場に居合わせ、その子を守るために男を射殺した。その子の目前で
あの時から銃を抜けなくなったんだ。メカとしては命取りだよ。マークはあの事件のショックで口が聞けなくなった。両親が目前で殺されたんだ。あの子のショックは相当なものだったに違いない。さっき自閉症とか言ってたが、精神的なショックでは自閉症にならないんじゃ。ああ、正確に言うと自閉症ではないんだ。わかりやすいと思ってな。緘黙症とか言うらしい。無理に話そうとすると痙攣するんだ。無言症とも言われるらしいが、マークは言葉では自分を表現できないんだ。マークは一日中絵を描いてるか古い映画を見ているかだ。マークとはうまくいってるのか。いや、俺のことを父親としては見てくれてないだろう。そうなのか。マークは俺を憎んでる。エド、いつかは心を開いてくれるさ。そう思いたい。しかし、マークは。焦ることはないじゃないか。時間をかければ話せるようになるさ。エドは、マークを？愛してる。なら、気長に待つことだ。マークの描いた絵だ。この絵はコンクールで入賞したんだ。何で描いた？ああ、子供用のグラフィックノートだ。ピクノ8。これはそのデータをプリントアウトしたものだ。しかしこの風景は地球のものらしい。アナの誕生日に買ってやったんだ。あの有名なエルエスの超高級バッグだ。Thank you.
パ。どうぞジョナサン。ジョナサン、飯にしよう。さあ、召し上がって。ジョナサン、食事の時もタバコを加えてるつもりか。これは俺のトレードマークだ。加えてる方が安心する。タバコ吸ってる人なんて初めて見るわ。吸ってるんじゃない、加えてるだけだ。元ポリスノーツなのにどうして。そうだ、あの頃はタバコを吸ってるだけで線香から漏れた。それじゃあ理由なんかない。マーク、なかなか絵が上手だね。地球へ来たら一緒にスケッチしようか。うん。おじさんも絵を描くんだ。今度見せてあげようか。ジョナサン、マークお前に懐いているよ。普通なら他人と食事は一緒にしない。そうか。珍しいことだが、多分そのタバコだろう。タバコ？マークはタバコに興味があるんだ。古い映画なんか見るとタバコ吸ってるでしょ。はは、映画ファンらしいからな。マークはあれに憧れてるの。実際にタバコを加えた人間を見るのはお前が初めてだろう。マーク、いい趣味してるよ。アナ、好きな人いるのかい？恋人とか。おらんおらん。もうパパったら。今まではいなかったけど好きな人できたわ。こら、こいつはダメだぞ。どうして？一緒に同行してわかった。やっぱりこいつはスケベだ。女と見ればすぐに声をかける。
エド、本当にいい家族だな。俺の唯一の自慢だ。ただマークのことはあるがな。大丈夫さ、時間が解決してくれる。だといいが。これは。よし、一つ食べてみよう。そうだな、じゃあこの厚揚げをいこう。
なんだこの味。ジョナサンがもたもたしてるから冷めちゃったじゃない。よし、一つ食べてみよう。なんだこれ。ああ、早く食べないから冷めちゃった。食べてみようか。まずい。どれ、食べてみよう。なんだこの味。まずい。飲んでみよう。なんだこの味。粉乳みたいだ。さて、これからどうする。奴らも動き出すはずだ。徳川の出方を見張ろう。どうもこういうじれったいやり方は性に合わない。仕方がない。ここは OLA じゃないんだ。ジョナサン、どんどん食べてね。冷めちゃったけど。ああ、遠慮せんとな。お前は俺と違ってまだ30代だからな。どちら様ですか？ええ、はい、はい、そうです。お待ちください。パパ、ビデオフォンよ。ちょっと変なの。音声信号だけで、カプセルのことで話したいって。カプセル？はい、エド・ブラウンだ。誰だ。誰でもいい。あんたらの損になる話じゃない。いいか、よく聞け。 AMM に来るんだ。あの探偵も連れてこい。北条建造のことについて嗅ぎ回ってんだろう。どうしてそれを。なことはどうでもいい。来るのか来ないのか。わかった。 AMM だな。いい話が聞けるぜ。 AMM のパイオニアの前だ。パイオニア。来ればわかる。俺の名はナインスターズ。じゃあな、ポリスノーツ。ジョナサン、撒いた種が芽を出したぞ。垂れ込みだ。餌にかかったか。どうだ。 AMM 宇宙飛行士記念博物館。 AMM か。アナがバイトしてたという。すぐ乗り込もう。待って、全部食べてからにしてよ。まだ時間はあるわ。冷めちゃったけど。アナ、ごちそうさま。美味しかったよ。ジョナサン、また今度。もう知らない。マーク、今度絵を見せてくれよな。行くぞジョナサン。
誰だろう。行けばわかる。しかしあのビデオフォン、聞いたことのある声だった。ふん、いいタイミングでタレコミが入って助かった。アナミは悪いが。お前はいい、俺は毎日だ。毎日わけのわからんものを食わされてる。エド、お前が作るよりマシだろ。再婚でもするか。これ以上厄介はごめんだ。なら我慢するんだな。